カルパティア山脈地域のスロバキア側の木造教会群は16世紀から18世紀にかけて建造された9つのキリスト教建造物群を対象とするスロバキアの世界遺産である。スロバキアの8カ所に点在する木造教会とそのうち1カ所に残る首楼の9件が登録されており、ヘルバル島、トゥブルドシーンの2カ所がローマカトリック、フロンセク、レシュティニ、ケジュマロクの3カ所がプロテスタント、ボドルジャル、ルスカー・ビストラー、ラドミローバーの3カ所が東方教会に属している。ヘルバル島のアッシジの聖フランチェスコ教会、ヘルバル島村の中心部に残るアッシジの聖フランチェスコ教会は背が高いが幅は狭いという木造教会としては珍しい構造を備えたゴシック様式の教会である。ヘルバル島はバルデヨフから南西約 9km に位置するポーランド国境にも近い村落で、その存在は14世紀には記録されているが、教会の正確な建造年は特定されていない。ただし、ゴシック様式の祭壇などから15世紀の後半と推測されている。床は石造で木造が多いのに比べて異例である。1665年に描かれた希少な壁画の中では、エデンの園におけるアダムとイブや、聖ゲオルギオスのドラゴン退治、最後の晩餐などが描かれている。聖母マリア、聖カタリナ、聖バルバラなどが描かれた主祭壇は1460年から1480年の間に作られたもので、20世紀後半に修復されたものである。世界遺産の登録地域は 0.0802 ヘクタールで、教会そのものと敷地が対象となっている。干渉地域は周辺の区画の 5.3587 ヘクタールである。トゥブルドシーンの諸聖人教会トゥブルドシーンの諸聖霊教会は15世紀後半に建設されたもので、17世紀の一時期、プロテスタントの教会堂になった際、ルネサンス様式に改修された。バロック様式の主祭壇に描かれた諸聖人は17世紀末まで遡る。聖ペトロや洗礼者ヨハネが描かれた本来のゴシック様式の祭壇のうち現存している分は第一次世界大戦後にブダペストの博物館に移管された。17世紀に遡る星空を描いた天井画や宗教的な工芸品も優れたものである。世界遺産登録地域は 0.75 ヘクタールで、教会そのものと敷地が対象となっている。干渉地域は周辺の区画の 1.7091 ヘクタールである。なお、他の7棟の世界遺産登録物件が各会派の所有物なのに対し、この教会だけは1993年以降、私有財産となっている。ショプロン会議の議決に盛り込まれた厳しい制約が、プロテスタントたちの独特な外観を持つ、木組みの教会堂、いわゆるアーティキュラーチャーチを生み出した。その制約とは1年以内に建造すること、釘も含めて、一切の金属を使用してはならないこと、等を備えさせてはならないことなどである。登録されている教会堂はいずれも、ルター派に属している。ケジュマロクの教会現存するケジュマロクの教会は、1717年に、再建されたもので、ショプロン会議の制約によって、旧市街の外に建てられている。非常に魅力的な内装、結出した壁画や木彫りを備えており、スロバキアに残る5棟のプロテスタント木造教会の中で最も美しいとされている。教会の建設費用を工面するために、スウェーデンやデンマークなどヨーロッパ各地で募金活動が行われた。教会の設計者は、ポプラド出身のユライ・ムッターマンである。幅 30.31 メートル、奥行き 34.68 メートル、高さ 20.60 メートルのこの建物は1500人以上を収容できる正方席を備えており、この点でも傑出したものである。祭壇の上の天井画は、青い天使、12人の使徒、4人の福音書記者、聖三位一体などが描かれており、1717年に、描き始められ、完成までに数十年を要した。祭壇とキリストの卓形像を手掛けたのは、ケジュマロク出身の J.N. ラーッチで、1718年から1727年の間に作成された。結出した作品ということで言えば、木製のパイプオルガンもそうである。それは1717年から1720年の間にバブローネク・コジェコフスキーによって作られたもので、1729年にスピッシュスカーノバーベス出身のマーチン・カービンスキーによって拡張された。1990年代には全般的な修復が行われ、今も使われている。世界遺産登録地域は、教会とその敷地の 0.5267 ヘクタールで、鑑賞地域は、町の歴史地区まで含む 74.1719 ヘクタールである。レシュティニの教会オーラバ地方のレシュティニの木造教会は、J.B. ザムズケルの指揮のもと、1689年に完成した。当初の建築物には塔などが備わっていないもので、1770年代にほぼ100周年になることを記念して増築された。18世紀以来の主祭壇は、スロバキアの著名な詩人パヴァル・オーナ・ハビアス・ドスロブが洗礼を受けた場所でもある。内装は17世紀から18世紀に遡るもので、17世紀末の新郎の壁画は花模様で美しく飾られている。世界遺産登録地域は、教会とその敷地の 0.3152 ヘクタールで、鑑賞地域は、周辺区画の 1.7757 ヘクタールである。フロンセクの教会フロンセクは、スロバキア中部の小村で、バンスカー・ビストリツァとズボレンの中間に位置している。その教会は1725年10月23日に着工され、翌年の秋に完成した後、隣接する修道も、同じように建設された。教会の高さは8メートルで、長さ23メートルと18メートルとが交差する十字架型をしている。そこには、スカンジナビア半島の建築物に見られるモチーフが多く見られるが、それはノルウェーないしスウェーデンの職人たちも建築に加わったからと推測されている。聖歌台席の椅子の並びも独特なもので、5つの扉から1100人の参列者を収容できるようになっている。祭壇にはサミュエル・キーロビクが作成した1771年以来の机が6つ残る。世界遺産登録地域は教会そのものの 0.1883 ヘクタールと主楼の 0.0114 ヘクタールで、鑑賞地域は2つの登録地域を隔てている街路などを含む 1.8224 ヘクタールである。登録されている3件の聖堂は、現在いずれも、東方天霊カトリック教会に属している。ボドルジャルの聖ニコラオス教会。ボドルジャルにある聖ニコラオス教会は1658年に建造された聖堂で、スロバキアに残る東方教会の聖堂としては最も古い部類に入り、なおかつ保存状態も良好である。地元の様式が融合したバロック様式の建造物で、東西の軸に沿って3つの正方形状の相互に連結した部分で構成されており、玉ねぎ型ドームや鉄の十字架をいただいた3つの塔を備えている。周囲には19世紀以降に作られた共同墓地や主楼がある。18世紀に遡るものも含まれている壁画群は同じ時期の他の遺恨群とともに今なお保存されている。新郎の北側の壁画には、最後の審判やキリストの卓形が描かれている。祭壇は1990年代に改修され、それに続いて建物全体も2004年に修復された。1968年から1990年代半ばまでは、この聖堂は東方天霊カトリック教会と東方正教会双方の礼拝に使われていたが、現在は東方天霊カトリック教会のみに使われている。世界遺産登録地域は、教会とその敷地の 0.3513 ヘクタールで、鑑賞地域は、周辺区画の 2.2720 ヘクタールである。大天使聖ミカエル教会。ラドミローバーの大天使聖ミカエル教会は1742年に一切釘を使わずに建てられた東方正教会の聖堂である。その設計は、東西の軸に存在する3つの区画がそれぞれ塔を、備えていることや、周辺の墓地や主楼も含めて、基本的には、ボドルジャルの聖ニコラオス教会と同じものである。アイコモスは、スロバキアに残る木造教会の中でも特に代表的なものと評価している。世界遺産登録地域は、教会とその敷地の 0.0628 ヘクタールで、鑑賞地域は、周辺区画の 1.5873 ヘクタールである。ルスカー・ビストラーノ聖ニコラオス教会。ルスカー・ビストラーノ聖ニコラオス教会は1720年頃から1730年頃に建てられたもので、農家の伝統的家屋に似た、幾何学的な屋根と2つの塔を備えている。宗教的な工芸品で飾られた内装も18世紀に遡るものである。世界遺産登録地域は、教会とその敷地の 0.2785 ヘクタールで、鑑賞地域は周辺区画の 1.7170 ヘクタールである。エバートフ・タバーデシン・ケジアマーク・レスティニー・バドリューゼル、レイドマー・バハーンセック・ルースカ・バイストラ登録された木造教会群の所在地世界遺産に、登録されている8カ所以外にも、スロバキアには50棟以上の木造教会が現存している。それらは主にプレショフ地方の北東部に見られる2002年6月12日に、スロバキアの世界遺産暫定リストに搭載され、2008年の第32回世界遺産委員会で、世界遺産リストに正式登録された。文化遺産としてのカテゴリーは、記念建造物である。スロバキアの世界遺産としては7件目、そのうち文化遺産としてはバルデヨフ市街保護区以来8年ぶり5件目の登録となった。スロバキア政府は登録基準に基づいて推薦を行い、アイコモスもそれを支持した。その結果、世界遺産委員会でもその2つの基準の適用が認められた。この物件の登録名の日本語訳は文献によって若干の揺れがある。ありがとうございます。